はい、ってことで本日もあつ森実況やっていきたいと思います。てか暑すぎるわ。あれ、なんか服装なんかいつもと違うような気がするな。なんかみんなさ、ホットドッグの服バカにするから、あれちょっとね、イメチェンしたんだよね。そう、イメチェンよ、イメチェン。誰ですか？社畜と申します。そしてシルエットちゃん可愛いね。お、カップルになる二人で。いや、似合ってる、似合ってるね、俺とシルエットちゃん。こう見たら、ほら見て。あら、こんにちは、遠いところからようこそ。ワルタ。お、ワルタね。ワルタ、はい、ワルタ言ってる。あなた今日はどんな過ごし方を。いつものルーチンルーチンかルーチンかどっちなんだろう、ね、分かんないよね。思いっきり破って何か冒険してみるのもいいわね。いや、もうすでに冒険してるよ。もうホットドッグの服じゃないからね。終わろたって、全てが最後に持ってかれるっていう。お、何でしょう、見合ってるね。見合ってる、可愛いじゃん。何これ、可愛いでしょ。めっちゃ見合ってるじゃん。シルエットちゃん付き合いたいなら付き合えばいいじゃん。はい、バイバイ。なんで怒んの。わー、シルエットちゃん付き合いたいなら付き合えばいいじゃん。私はジンペイがいるもん。わー私はジンペイがいるもん。妨害する。あ、それキャンプセット誰か来てるんだよね。あとで見る。あー、マジで。あ、初めて見る。見るか。え、キャンプサイトに誰か来てるんだけど、もしかして俺がいる時初めて。いや、そうでもない。そうでもない。一回会った気がする。あとで今度の動画で見るか。ああ、これは今度の動画で見るか。今日はいいか。よし、ということでシュガー闘争にやってきたんだけどさ、うん、いや暑すぎるね、本当に。でもだいぶね、あのピークよりは涼しくなったかなって思うけどね。最近なんかさ、階段登るだけでしんどくなってきたんだけど、やばくない？どうしたらいいと思う？階段はね、割としんどくなるよね。ね、階段しんどいんだけど。私さ、片頭痛の時のさ、階段がめっちゃ頭痛くてしんどい。あー、わかるわ、それ。片頭痛ね、もろにね、頭痛くなるけな。マジで。雨の日とかやばそうだね。ね。低気圧。雨の日マジやばい。お、今日まだ行ってないかな、大丈夫。あれ、今日あったっけ。あったよ。あ、あったっけ。あったよ。いや、まあいいわ、とりあえず、うん、中入ってみるわ。っぽいかなと思ってます。なるほどね、木の苗と、あとは何だっけね、右のやつは。木の苗と、ラタンの場所。ああ、ラタンか。あれ、なんか、これパネンさんの、なんだっけこれ。寝袋？寝袋じゃない。え、これ、名前シェルフ。あ、シェルフだ、シェルフ。あ、シュラフだ。バネーさんがこれにさ、包まれてる姿、ちょっと一回も見たことないから見てみたいんだけどね。確かに、うん、正式名称って、あれなんだろう、シラフって言うんだね。シラフね、忘れとった名前。俺も全然知らなかった。めっちゃ不思議だ。これ確か13万ベルでしょ。こいつめちゃ高いんだよね。高いよね。うわぁ、13万ベル、ね、俺の全財産9万4千なんだけど今。でも私もないんだよな、お金。やばい、お金ない。どうしよう。ガチで私、あれだよ、今貯金とあの手持ちゼロベル、ま、ゼロベル。まだだってちょっとこっち来てや。お金稼ぎ2人でしないと今度ダメなんだよ。あ、そうよ、お金稼ぎ会を作らんといけん。お金がなさすぎる件について。そう、いやけど素潜り割と儲かるけどね、うん、まあ小銭程度なら。でもなんか実況以外のさ、あれどこ行ったの。あ、どこどこ行ったの。左よ。あ、左。実況以外でさ、あつ森を起動できる時間が今なくて、うん、ね、お金稼ぎが、まあ、やるなら動画でやらんといけんな。あ、確かに。何、どうした。階段を作ってるんですよ。ちょっと待って、なんか前もなかった。俺募金したかった、ここ。いや、募金してないよ。え、マジで募金したかった。違う。階段、ここじゃなかったと思う。あ、そうなの、うん、目標まであと 41,871 ドルだし。募金してほしいな。やったー、やった。出せるだけって何これ。やめろや、出せるだけ。出せるだけ。え、なんで100メートル。いや、お金ないからね、募金する。あ、もう嫌い。何嫌い。あ、そういうとこが好きだったのにな。どういうところだよ、これ。そういうとこが好きだったのに。じゃあ、登録しちゃうね。出せるだけと見せかけて、100ベルでーす。はもう、帰れ。100ベルでーす。帰れ。帰れ、ちょっとお開きするね。あかん。え、1万ベルでどう。え、1万ベルならいいよ。いや、でもお金あるでしょ。え、ないよ。あるでしょ。え、社畜の。え、数千万ある。知っとるけな、私。え、なぜ知ってんの。え、それで払わんかったら分かっとるよな。
嬉しい。ハニワがさ、払わなくていいよって言ってるよ。いや、払ってくださいましって言ってるよ。あ、マヒーって言ってるよ。いや、ハニワがさ、金稼いだらいいんじゃないの、俺の代わりに。ハニワは稼げないよ、わかる、うん、そう、募集してるからね、常に。しゃあないな、これ。いや、もうマジで感謝してくる、シュガー闘争の民だもん。ありがとう。本当に、募金するわ。いや、募金じゃねえからな。俺がなんか金払ってるだけだから、募金って言わねえから。あ、でもちゃんとね、動物たちもね。やったーなんで他の人の島で俺喜んでんの、おかしいやん。え、でもさ、動物たちもさ、2000メールぐらいさ、協力してくれとったよ。はは、2000って。かわいいでしょ。おい、冷やかしじゃねえかっていう、これ。なんて言ってんだろう。え、これさ、もう一回しゃべり返ったらどうなの。俺の名前とか出てくれたら嬉しいんだけどね。出ないよ。この箸をなんかその作るにはこんだけ寄贈してくれました、寄贈じゃねえわ、募金してくれましたみたいな、うん、で内訳をねちょっと表示してほしいよね。あー、なるほどね。ちょっと俺の貢献度が見えないからさ。こちらレンガの階段の建設予定地でございます。あれっていうか、麻痺って言う口癖だっけ、そんなそういうもの時代。うん、そう。あ、マジで覚えてねえわ。あー、けど高いな、19万8000ベルなんだ。いやー、やばいな。頑張って掘ったんよ。いや、待って、今作さ、金おかしくない、本当に。金やばい。え、金やばすぎ。え、坂作るだけで20万ベルでしょ。そう。もうそりゃ金すぐなくなるわと思って。ね。箸かけるだけでも何十万ベルでしょ。けど、これってなんか強行物じゃねえわ。強要物じゃん。うん。強要物だからさ。ね、なんか自分たちだけは払うってもおかしい気がするんだよね。サヌキチとか払ってほしいよね、ちょっと。そうやな、ここら辺ちょっと良くない。ああ、ここら辺めっちゃ良くない。あそこに画鋲を作ったことによってなんか景色が何、確かに前作ったね、開けすぎるって感じで。確か前作ったよな。そう、えい。あ、でもこっち側は自分作ったよ。あ、こっち側。そう、ここら辺は自分で作った。おー、シェリーちゃんやね。お、崖の上のシェリーだ。じゃあ崖の上のシェリーにちょ会いに行くわ。あ、早く階段、そう、階段できてほしいな。あ、なんか花壇みたいなできてる。そう。シュガートンソンへようこそ。社畜おー、なんか呼び捨てやな。マブダチみたいだね。まあ、別にマブダチでもいいけどさ、うん、ゆっくりしていきな。パネーな。パネーな。パニア、はい、せっかくこんな島に来たんだし。せっかくこんな島とか言うなよ。何。えらいさ、ちょっと偉そうなシェリーちゃん。うちの島のドンか、うちの島ではシガートーストのドンか。なかなかすごいな。普通使わないような食材で料理を作ってみたいね、パネーな。パネーな。シェリーちゃんってさ、なんか見た目はあれじゃん。なんか普通系とか、まあ、あとはちょっと可愛い系、なんて言ったらいいんだ、アイドル系とかじゃん。ね、実はこれ、姉貴系っていうよね。すごいな。ギャップっていうかな。可愛いよね。大人系ではなく。姉貴系でこの見た目のやつってあんまいないよ。確かにね。なんか可愛らしい感じみたいなね。アネッサちゃんもでも大人系かなって見せかけて実は違うみたいな。ああ、確かにね。イケてる肩書き、ちょっと肩書き変えてあげてよ。住民たちのネタに困ってるじゃん。肩書き毎回忘れちゃう。そう、だって社畜さんぐらいだからな、来るの。確かに忘れるんだよね、いつも。確かにね。そう、肩書き、そう、自分の動画撮ったらすぐ編集するからもう忘れちゃう。肩書き難しくね。俺もなんか筋肉しか思い浮かばないんだけど。筋肉ね。逆になんか俺の肩書きみんなに、ね、考えてほしいわ。何がいいんだろう。いや、難しいね。肩書き難しいな。なんか面白い肩書きがいいんだけどさ、うん、いや、面白さ求めると難しいなと思って、うん、何がいいんだろうなっていう。いや、マジでそんな感じよ。いや、けどそれにしてもさ、うん、シェリーちゃんいいね。シェリーちゃん可愛いでしょ。ね、なんかお猿系キャラ可愛いな。可愛いよね。自分の島に住んだことないけどさ、シェリーちゃんもシェリーちゃん見てみると可愛いな。あれ、サルキーキャラって何匹ぐらいいるんだっけ。そんないないよね。うん、そこまでいないかな、人数。そこまでいないよ。おレックスか。ウィス。いや、レックスもなかなかヤンキーだね。見て、これ、ピアスって言ってるね。ピアス。で、開けまくってるよね。いや、亀山さんの息子と思えないね。いや、息子かどうか知らないけど。息子かどうか知らないね。はい、ということで、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。
まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。